リノブエ、リーシンハイリシネ、ハヤシダ・リンダ、1971年8月18日体は在日朝鮮人2.5世のライター。アメブロのニックネーム欄では、リノブエ、ハヤシダ・リンダと表記している。東大阪市出身、大阪芸術大学卒、大学在学中より、女性誌や地域情報誌でライターとして活動する。卒業後は、 フリーライターとしてインターネットのニュースサイトや日刊現代に執筆している。日本国内においての差別問題、慰安婦問題、教育問題などに関する分野の執筆を主に行う。有刊誌で SM クラブの連載を持っていたことがあり、女王様といつもネタにしていた。2014年12月に早よりジャーナリスト賞を受賞。セックスグッズショップのサイト。 ラブピースクラブ上で乗り越えネットから5万円の支給を受け沖縄の高いヘリパッドへ取材に行った。李は乗り越えネットの市民特派員募集に合格しておりニュース女子は外国人である新宿玉がお金を集めて日当を払って運動員を沖縄に送り込んでいると報道したとして嘘ばっかり私はまた2月上旬にも沖縄に再度行く予定なので 交通費だけですでに5万円以上。日当どころではなく大赤字だ。と述べている。2014年1月に、ソウルの日本大使館前で行われている水曜、集会に参加し、慰安婦像付近で夜明かしする若者に勇気をもらったと、し、彼らを攻撃する一部の団体メンバーに、在特会を重ね、やるせなさを感じた。などと、連合ニュースのインタビューで語っている。 ありがとうございます。